そう、ただクリスマスって冬至のことやからね。なんか冬至の日やね。そんなも天文とかも、占いの占い用の暦でもちゃんと出てるやろ。21ぐらいやから、大体ね。大体ね。要するに、星占いの星座が変わるのが、要するに、その、区切りであって、星の動きの。で、冬至っていうのは、12月21日やった、みたいな、その前回、微妙な時代の。で、みんな星動いてる。関係でね。回り方によるものでもあるねん、そんなんてな。で、地球か、その、なんていうの、ブーンって、ブーンって、震えながら回ってるやろ、コマみたいに。そんなの関係あんねん、実は。微妙に気がつける時もあるの。ただし、21日からそんなにずれへんから。今の声で言うとな。じゃあ、キリストが生まれたっていつなんですかって知るかよ。じゃあ、当時、こういう水が実はずれてて、12月24日と思ってたけど、キリストが生まれた時は、やっぱり、当時の日やったんですよって。いうのが、本当は、誠実な言い方やけどね。でしょ？だから絶対当時の日にせんなあかんね、クリスマスは。ただ、その準備はな、当たり前やけどな。正月の準備でもせえけどな。その前の忙しい。で、当時の日は何するんですかって、うちは何するかって、また開いて待ってるだけ。例えばな。例えば言えばな。旦那がお辻から藤原に変わるみたいな感じに思ってもらっても面白いやろうけど、それだけじゃなくてな。要するに、水子の交代の時期。それは肉体は関係ない。肉体に憑依していた水子たちが交代すんねん。当時と夏至で。冬担当の精子、あぶれ精子。で、夏担当のあぶれ精子と交代する儀式ですよって意味だな。実は。で、どっちも薬草である必要がある。象徴はで。そうやねんと、アホになるから、発酵しよるから、精子になって。発酵を抑制するための薬草が必要になる。で、まあ、スパイスで表現されてるわな。例えば、針葉樹、スパイスやろ。で、ヒイラギ、スパイスやろ。スパイスを道具に使いますよって言ってる。誰が、魔女が。スパイスで発酵を抑制しながら、うんぬんなる。じゃあ昔はケルトね、要するに、鍋を、まあ、闇鍋みたいな鍋もその日に準備してて、で、その日に始めることもあれば、その日に何かを入れる。当時に、要するに発酵チェンジっていう意味もある。発酵種のチェンジ。だから、日本の今のお正月は割とね、冬至の近くの日にやってるから、1月1日に。あれも発酵チェンジって言うし。で、正月は発酵したものは食べてはならないっていうことやけど、ただ持ち米はね、粘りがあって発酵してるかのように見えるが。だから正月は本当発酵食品食べたらあかん日やねん。やけど、まあ、食べてるけどな。だからそれも改めんだかんわな。餅はまあ、それは、お米とかの、もち、その炊いた時に、実は微発酵してる。それはしゃあない。それはかまへん。だから、クリスマスの日は、だから、発酵種を入れてはならない。パンにね。そういうことだし。クリスマスの日に、パンを新たに作る。小麦分野ね。というわけでも、発酵菌のその抗体。それが大事に。だから、魔女がやる。うー、てるやん。発酵なんか、分かってるのかな、キリスト教。分かってもないのに、したらあかんねん。真似事やったら、ポーズやんか。で、ワインですかな。で、せめて、その、ブドウを足で踏むぐらいのお手伝いをしなさいって、キリストに説教されたんでしょ。本当はそれは、マグダのマリアが言った説教やけど、キリストが言ったことになってる。キリストはよくも、よう分からんと、あ、結構なことやって。そうしなさいって言った時や。なんか、うっとうしようとかやってんで、キリストって言わせてもらえば。うちの周りにおるけど結構言わそういうずるい系が。なあ、ほんでなんかその羊、ラム肉をそのワインで、なあ、料理してって。やられんねんね、みんな男子は。知らんけど、知らんでも。いいや、いや、いや、いや。